高級からの誘拐計384は、ボルフガングアマデウス・モーツァルトが1782年に作曲した3幕からなるドイツ語オペラである。日本では、高級からの闘争とも呼ばれる。クリストフ・フリードリヒ・ブレッツナーが前年に発表した、戯曲、ベルモンテとコンスタンツェ、または、高級からの誘拐、ベルモント・ウンとコンスタンツェ、オーダー・ダイエント・フューリング・アオス・デム・ゼレイルを、 ゴットリープ・ステファニーが改作したものによる。オペラの筋は、主人公ベルモンテが召使いペドリッドの助けを、借りながら、恋人のコンスタンツェを、トルコ人の大衆、セリムの高級から救い出すというもの。モーツァルトの五大オペラの一つとして高い人気を誇る。中では最も若い時期の作であり、はつらつとしたリズムと親しみやすいメロディにあふれ、標準的なセリフを含めた、 上演時間もやや短めである。オーストリア皇帝ヨーゼフ2世の依頼により作曲された。1781年7月30日にシュテファニーから台本を受け取った後に作曲を開始した。同年9月にウィーンを訪問するロシアの大公の歓迎式典で演奏される予定だったが、大公の訪問が11月に延期された上別の曲が使われることになったため、モーツァルトは 曲の構成を練り直して、翌1782年5月19日に完成。そして7月16日、ウィーンのブルク劇場で初演された。モーツァルトは、前年に、故郷のザルツブルクからウィーンに移住したばかりであったが、初演の成功により、ウィーンでの名声を確立した。このオペラは、ブルク劇場でドイツ語オペラを成功させるという、皇帝の長年の望みを果たすものであった。 それ以前にこの劇場で成功したドイツ語オペラは外国語作品の模倣や翻訳によるものだけだったのである。このオペラはジング・シュピールと呼ばれるジャンルに属する。劇はセリフによって進行し、レチタティーブを書いている。このオペラは気楽な娯楽作品であり、モーツァルトの後期のオペラのような深い人物造形や深刻な側面はない。 エキゾチックなトルコ文化の流行を反映しているのが特徴である。当時はトルコによるオーストリアへの軍事的な脅威がなくなったばかりだがトルコへの刺激的な関心は残っていた時代であった。このオペラにはトルコ音楽を西洋化したものが含まれる。モーツァルトはこれ以前の作品にもトルコ音楽を採用したことがある。オペラの登場人物もステレオタイプなトルコ感に基づいている。 大衆の家来で意地悪なオスミンが典型的で低音の歌で様々な脅迫を加える。しかし、すべてにおいてステレオタイプなトルコ感に基づくわけではなく、物語は大衆セリムの無視の行動によってクライマックスを迎える。この大衆セリムは回収イスラム教徒でおそらくスペインでカトリックへの回収を強制された回収ユダヤ教徒に、 相応する人物であると見られる。スペインで回収カトリックイスラム人として、ひどい扱いを受け、身内の人間が処刑されたというような経歴の持ち主であると類推される。その経験がありながら、捕らえたその迫害者の息子に対して復讐せずに、許すという寛容性を示したもので、馬車役の表情からそうしたことが感じられるように、演ずるのは至難の業と言える。 ドイツオペラのセリフ役の多くが笑わせ、役や狂言回し役を受け持つのに対し、珍しくドラマの最中クルルを担う役でもあり、巧妙な俳優が迎えられることも少なくない。モーツァルトの後期のオペラと比べて、筋や人物造形が単純であるとしても、音楽は緊張感に満ち、モーツァルトの最も劇的で複雑な難易度の高いアリアを含む、特に、 オスミンのアリアには、西欧のレパートリーで最も低い D オートがある。これは、モーツァルトが作曲中に、特定の歌詞を想定して書いたものとの思われる。最初に、オスミンを演じたのは、ルード・イッヒ・フィッシャーで、広い音域を楽々と跳躍する技量で知られていた。同様に、最初に、コンスタンツェを演じたカタリーナ・カバリエルについて、モーツァルトは、コンスタンツェのアリアは、 カわり得り以上の柔軟な声に捧げましたと記している。これは最も有名なアリアで、長大で成功なマーティにあるアートンを指していることは明らかである。このオペラの音楽的な難しさについてよく知られているエピソードがある。上演の後で皇帝がモーツァルトに音符が多すぎると言ったのに対し、モーツァルトがちょうど良い数です。陛下と答えたというものである。ちなみに、 モーツァルトは1779年から1780年にかけて本作と同様の筋書きのオペラの作曲を試みたが未完に終わった。この曲にはタイトルも序曲も残っておらず、ヒロインの名前から便宜的にサイデザイデと呼ばれている。二幕15曲からなり、第15曲の予栄章で大衆が脱走を試みた主人公とヒロインの死を予告するところで作曲は、 中断している。実は、高級からの誘拐は、在出でに代わる台本として、ステファニーがモーツァルトに作曲を提案したものである。このことは、モーツァルトが父レオポルトへ当てた1781年4月18日付の手紙から判明している。モーツァルトが台本を受け取るのは、この3ヶ月後のことである。古典派のオーケストラにより伴奏される。オーケストラは、 トルコ音楽のためにバスドラム、シンバル、トライアングル、ピッコロによって増強される。それに加えて、2本ずつのフルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペット、および、ティンパニと第1、第2バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスで構成される。ソロ歌手は、上記の5人のみだが、合唱団のうち男女、各2人は、 セリーム登場の際の合唱でごく短いソロパートを歌わなければならない。演奏時間はセリフ付きで40分、60分、40分の契約2時間20分。序曲は集結部を変更した演奏会バージョンが後年ヨハン・アンドレ社から出版されている。また、こうしたバージョンは、その他ドナウエッシンゲン版やバスティアーン、ブロムハート版が存在する。 序曲 https:/en.wikipedia.org/wiki/file, モーツァルト・ザ・アブダクション・フロム・ザ・セラリョ、オーバーチュアー、アグ・ベルモンテは、婚約者コンスタンツェを探している。コンスタンツェは、イギリス人の女中ブロンデと共に、海賊の手に落ち、大主セリムに売られたのだった。大主の家来をスミンが庭に一軸を積みにやってくるが、ベルモンテの挨拶を無視する。 ベルモンテは召使いペドリッドの情報を聞き出そうとする。オスミンは怒り出す。ベルモンテはペドリッドと再会し、コンスタンツェを誘拐することにする。家にチェリの合唱に伴われて、セリムがコンスタンツェと登場する。コンスタンツェはセリムの求愛を拒む。ペドリッドの勧めによって、セリムはベルモンテをイタリアの建築家として雇う。しかし、オスミンは ベルモンテを王宮に入れようとしない。ブロンデは、オスミンの荒っぽい求愛を拒絶する。コンスタンツェは、悲観に暮れながら、ブロンデを迎える。セリムは暴力を使うと脅すが、コンスタンツェは、苦痛もしも恐れないと答える。ペドリッドは、恋人のブロンデに会い、ベルモンテが来て、逃亡の用意をしていることを伝える。ブロンデは大喜びする。ペドリッドは、オスミンを誘って酒を飲ませ。 眠らせようとする。この作戦は成功し、ベルモンテはコンスタンツェと再会する。ベルモンテとペドリードはコンスタンツェとブロンデの定説を疑うが、誤解が解けて和解する。ベルモンテとペドリードがはしごを持って庭にやってくる。ベルモンテはコンスタンツェを連れ出すことに成功するが、ペドリードがブロンデと逃げ出そうとするときに、オスミンに捕まる。ベルモンテと コンスタンツェも英兵に連行される。セリムはベルモンテが旧敵の息子であると知り、死刑を命令しようとする。しかし、セリムは二人の悲嘆を聞いて改心し、全員を釈放する。残忍な処刑を楽しみにしていたオスミンは老狽する。高級からの誘拐はドイツ語の限界の直訳であるが、日本では高級からの闘争などと呼ばれることもある。 タイトルの日本語訳の違いに関しては、歌劇、ダイエントフュールングアオスでムゼレル K384 のタイトルについてに詳しい解説がある。第一幕でのセリム初登場の際に歌われる合唱曲は、米国製 t v アニメ、怪盗カルメンサンディエゴの主題歌として用いられた。リズムこそ現代化されているものの、メロディラインはかなり忠実に取り入れられている。 ありがとうございます。